はい、皆さん、こんにちは。また、フリーです。今回の調理ではね、ペコフの EL6751、イサキャットのキャノープンのマスターのターミナルを使って、キャノープンのマスターを立ち上げます。で、そして、キャノープンのスレイブは、今回はちょっと、珍しいイタリアのメーカー、ペクセスという会社ですけど、この中作った、すごいちっちゃいなコクシスのコントローラーを使って、キャノープンのネットワークを構築していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。で、右下では、今ね、ちょっともう立ち上げてる状態ですけど、これからもゆっくりでステップバイステップで説明していきたいと思います。はい、その前に、ちょっとね、少しの準備の作業があるんですけど、まずは、ペクセス側では、たぶんの下側にね、キャンの配線のあります。で、4番目と5番目の端子台は、キャンの H と L をつながってください。あとは、このティップスイッチも、3の方にね、オンしてあげてください。で、次は 2L6751 側ですけど、1から5、6から9のみたいな順番で数えてるんですけど、ここも書いてる通り、2番目は CAN の L で、あ、CAN の、あの、ローで、あの、7番は CAN のハイになります。なので、こっち側の4番目の線を、こんなように7番のつながって、5番目の線は2番目の次、ペコフの EL6751 の2番目と繋がってあげてください。はい。説明は以上になりますけど、これからちょっと、デモ始めさせていただきたいと思います。じゃあ、最初はちょっと、コクシスを立ち上げたいと思います。はい、ちょっとね、時間が必要なので、そうだね。またちょっとね、時間が必要です。はい。ではもう立ち上がりました。で、まず最初プロジェクトを作ります。ファイル、ニュープロジェクトで。スタンダードプロジェクトでいいと思います。で、OK を押していただくと、次は、ターゲットを作るんですけれども、コクシスは一応、いろいろメーカーも対応できるんですけれども、例えばこのメーカーだけの、専用のターゲットをインストールする場合もあります。で、これインストールする場合は大体、メーカーのホームページとかからはダウンロードできますので、ちょっと、Google で探してください。で、今回は、こっち側の、ですね、Pexis というちっちゃいな CPU なので、ここで、ドロップリックスと、どこかな、これですね。PL700335。これは今回は使ってるデバイスですね。これ OK をします。そうすると、プロジェクトを一度作成してくれますね。だいたい50秒くらいかかるかな。今はプロジェクトを作りました。で、最初は、デバイスあるかどうか、ちょっとスキャンしてみたいと思います。で、デバイスをクリックして、スキャンネットワークから見たら、今は何もないのですね。なぜかというと、こっちはターゲット設定してないので、ちょっと私の CPU の、IP を入れて、OK。これはちょっと置いといてください。いわゆるね、今ちょっと繋がってます。で、デバイス名をちゃんと入って、アドレスとか IP とか、ターゲット ID とか、あと、種類とかも全部見えます。スキャンしたらね、出てくるんじゃないかな。出てこないか。いいか。はい。じゃあ次は、まず CAN のデバイスを追加していきたいと思います。で、デバイスの方にミクリック、ごめんなさい。エッドデバイス、で、CAN Open のところなんで、CAN バスを選んで、次は、コクシス、この CAN バスを選んでください。はい。そうすると、閉じて、今はこの CAN パスが出てきます。で、ネットワーク0と1あるんですけど、1を選んでください。0は、0を選んじゃったら、この子のね、隣の IO のパスなので、1を選んであげてください。あと、通信速度は、今は250のままでいいと思います。
はい、じゃあ今 CAN の電話追加しました。で、右クリックして、もう一回エットデバイスします。で、CAN オープンと JU1939 があるんですけれども、CAN オープン選んでいただいて、ローカルデバイス。で、CAN オープンデバイスを選んでいただければ OK です。はい、次は、この CAN オープンローカルデバイスをクリックすると、ジェネラルのストのテップが自動的に開かれます。で、まあ、ジェネラルの方なんですけれども、まあ、設定するのは、まあ、ノード ID だけでいいので、今回仮にチューパーを設定します。で、これ設定が終わったら、今度は、まあ、ピング、まあ、まあ、データの追加していきたいと思います。で、エディットアウトエリアがあります。クリックすると、この画面が出てきますので、この中に、どれくらいのバイトのデータを交換するのかを設定することができます。なので、デバイスで transmit と receive との方法があるんですけれども、まあ、ここ、感度は何個を連続作るという意味ですね。ここ4にします。つまり4個の何データを交換するというイメージですけれども、これをストロップすると、まあ、実数とか、64ビットの実数が様々なデータタイプがあるので、そうですね。まあ、これインチでいきます。で、インチで選ぶってくると、今は、一度インプット4つのインチャーが追加されました。で、同じくエットエリアで、今度は VCF の方を選んで、これも4つのインチャーを入れます。はい、それで OK ですね。OK して。じゃあ、これで大丈夫。で、次は、EDS ファイルを吐き出します。EDS ファイルを、この EDS ファイルは、後ほどツインゲット側を入れますので、ここに Export EDS ファイルがあります。Export EDS ファイルがあって、次はどこに保存するかを設定します。例えば、これ PEXIS。CAN Open Device。まあ、出前をちょっと分かりやすい名前でいいので、そうすると、今デスクトップに、このように EDS ファイル1個が追加されました。じゃあその後は、やるのは、もう CPU をダウンロードすればいいと思いますけど、ちょっとマッピングを追加していきたいと思います。CAN Open IO マッピングの方に、まあ先ほど追加した4つのインディジャーのインアウトとも自動的に定義されますので、ここでちょっと簡単なプログラムを追加していきたいと思います。じゃあ、どうしようかな。データ、インプット。ちょっと英語に変えよう。で、3号のインディジャー。すれば大丈夫です。で、アウトも同じですね。で、ここで、アウトプット。そうすれば OK です。で、ちょっと簡単なデータを書き込みます。データアウト0は、1234。1番は5678。2番は9014。3番は、5503。まあ、適当の数字ですけど。で、次は、まあ、インプットも使わなきゃいけないので、バッファー。インプット。これも同じように配列を追加していきたいと思います。次はバッファー。インプットはそのままデータインプットから転送すれば OK です。じゃあこれで終わりました。じゃあ残りはもうロインしてください。で、Yes。じゃあ今プログラムをダウンロードしていきたいと言っています。まあちょっとね、時間かかるので、まだね、OK。じゃあ今は、プログラムをダウンロードしました。ストップの状態になっています。で、プレイボタンを押すと、まあ、今ね、このデバイスはもう動いてますね。で、多分こっち側も今緑になってて、つまり今もう、キャンオーバーのローカルデバイスとして動いてる状態です。あ、マッピング忘れちゃいましたね。で、一回、ここで入って、この、キャンオーバーのマッピングの方に選んで、これはインプットなので、
デジタルアウトプットじゃこっちね。まあこれ名前もね、本来はたらもうちょっと分かりやすい名前を変更する必要なんですけれども、まあ、今回とりあえずマッピングだけは捨ておきます。ノートも一つしかないので、次インプットですね。インプットも0番から1、2、3。はい、これは OK。もう一回保存して、もう一回ログインします。じゃあ、今ちょっとダウンロード中ですね。こう下見たら分かるんですけれども。はい、じゃあ今はアウトプットも書き込んでて、まあ、インプットを待ってますね。OK。じゃ今この状態で OK。次はツインケット化をやりたいと思います。で、こちらリモートデスクトップですけど、まあ私は、今は C の右下の、パソコンですね。右下のパソコンに、実は1個 IPC が、ペコパ IPC が入っているので、直接リモートデスクトップからアクセスをしています。じゃまず PLC を追加します。PLC Add New Item。まあ、スタンド PLC プロジェクトでいいと思います。今は、じゃあちょっと PLC を追加していました。はい、OK。保存して、次は IO ところなんですけど、デバイスして、よいしょ。一回待ってくださいね。一回ちょっとこれをストップしていきます。はい、じゃあ、で、一回中トーゲットで、今は多分入ってますね。そうです。そうですね。で、この状態で、スキャン、右クリックして、デバイススキャンとしていきたいと思います。まあ、注意するのは、まあ、すべてのデバイスはスキャンできるわけではないということなんですね。これは OK します。ちょっとしばらく待つと、一つのデバイスを選ぶという意味なんですけれども、いわゆるね、まあ、ネットワークカードは場合では、ペコフの IPC もまあ複数あるので、どっちのポードからイサキャットのネットワークを検索していくという意味ですね。まあ、ではこちら側の今、さてデバイスさんでいいので OK します。スキャンドボックス、Yes。で、まあ、1個見つかってましたね。EL6751 ありました。これを入れますかって Yes。で、さっき5泊経由して出したのね。で、今なんだ、何経由でしたっけ、こっち側は、ここだね。ここか。250なので、こっちも 250K にして、OK します。例えば、スキャンする間に、これがさっき吐き出した、キャノバの EDS ファイルなんですけど、これをコピーして、一回、こっち側を入れてます。で、こっち、IPC 側ですね。で、デスクトップ欄が C で、C の中のツインケットで 3.1 で、3.1 かな？違ったかな？3.1 ですね。3.1 のコンフィグで、IO で、キャンオープン。この中に貼り付けます。それだけで大丈夫です。で、今これ NO でいいので。はい、今追加はしました。じゃあ次は、CAN のスレイプを追加していきたいと思います。ここで、EL6751 を右クリックして、Add New Item。そうすると、ですね。あ、これじゃないですね。ごめんなさい。間違えました。こっちですね。こっちって、どれだ？あ、こっちだ。ごめんなさい。こっちの EL6751 ですね。こっちじゃなくて。間違えましたね。今はなんか何もないんですけど、これを右クリックして、Add New Item して、こうすると VS、スマートソフトウェア、これはコクシスの EDS ファイルですけど、まあ、2つがありまして、どっちなんだろうな。多分ね、私に一回を、同じ、前一回テストするときに、同じのメーカー、いわゆるコクシスの EDS ファイルも入れたので、だから複数あったんですけれども、
これマウスを見たら、これ Pexis Can Open EDS ファイルですね。今こっちを選びます。で、こっちだったらもう普通の名前、なんか、Can Open DevIDS EDS なので違うの EDS ファイルですね。で、こっちを選んでいただいて、OK します。そうすると、マイクボックスが追加されて、中入ったら、まあ、4つのインチの入力出力も自動的に追加されましたね。で、これは OK。以下放送します。次は PLC 中に、変数を追加していきたいと思います。BOU、ポイスでメインの方に開いていただいて、じゃあ、データ、イン、アット、星マーク、プレゼント。プレゼン、星マーク。プレゼン、i、星マークですね。これはインプット、プロセスインプットとして定義します。ここキーボードね、日本語なんだな。アレイと、03のインチにします。同じようにコピーして、あと名前を書いて、オープンと。で、今、つまり、データインプットはプロセスインプットとして定義しました。データアウトプットの変数は、アウトメス、プロセスイメージとして定義されました。じゃあ、最後はちょっとプログラム書きます。データアウトプットはデータインプットでいいです。いわゆる、もらったデータをそのまま、じゃあ、アウトプットだ。間違えた。よいしょ。アウトプット。もらったインプットをそのままアウトプットとしてフィードバックするという形になりますね。で、この状態で OK です。で、最後はビルドでビルドソリューションします。一回コンパイルしないと変数が、まあ、ピングできる変数は来ないので、まあ、一発の、コンパイルはどうしてもね、イーサキャットのネットワーク何もつながってませんよというエラーで、まあ、ワーニングが出てますので、これ無視して大丈夫です。はい、OK ですね。で、次は、マッピングします。で、ここをクリックして、今、ディジタルインプットですね。これ全部、コントロール A で全部選んで、右クリック、Change Multiple Link。その時にさっき定義したデータインプットを入れます。そうすると、それね、全部バツのアイコンついてますので、つまり全部リンクされました。で、こっちもどの変数リンクされるのかは、確認できます。アウトプットも同じく、選んで、コントロール A。で、チェンジマルティブリンク。同じアウトプットを選んで。じゃ、これで、もう、紐付けは終わりました。最後は、アクティベートコンビネーションで、ハードウェアコンビネーションを CPU にダウンロードします。OK。Yes。ランモードに切り替えます。ちょっと待ってね。はい、OK。最後は、ロックインで。Yes。で、プレイ。よし。じゃあ今はメインを見ていただいて、ちょっとね、変数、これ変だね。OK。今は、ちょっと通信ができないんですけど、なぜを見てみましょうか。ここですね。あ、そうですね。この子のノード ID を設定忘れました。で、なぜかというと、今、ボックス、こっち側のコクティス側を見てみますと、このノート ID は10になりましたね。なので、シンケット側もこのスレープをちゃんと10として設定しないといけないです。だからノート ID を10にして、もう一回ログイン、アクティブコンビネーションを入れます。OK。で、ちょっと待ってください。今、ハードウェアコンビネーションがダウンロードしています。そうすると、ログインして、プレイボタンを押します。よし、じゃあ今どんな状態を見てみますと、今はデータがないんですけど、データ青はインになってますね。こちら OK。
で、次は、こっち側ですね。もう一回、ロインしてみますと、よいしょ、そうね、アウトプット01234は、アウトプットはちゃんとデータ入ってますね。で、マッピングは間違ってないんですよね。で、マッピング間違えましたね。ここか、アウトインの変数間違えました。だから、できてないですね。これが Q だったらアウトプットですね。なので、こっちはインプットの0。もう一回選んで、インプットの、ちょっと待ってね。これね、日本語、キーボードの日本語なってんので、こっちがインプットの、これか、0。はい、これ合ってます。0で、1。次進んで、2。最後はこっちで、3。はい、まあ、ピンクを書いて、1回ロインかけて、で、マッピング方に、まあ、インプット、アウトの、呼び方でどうしても逆になったので、この辺は多分自分で名前をきれいにする必要がありますね。で、今見たら、出力は1234だけど、インプットも同じの数字が入ってきて、これなぜかというと、スインケット側からアウトプットしたデータをそのままインプットに吐き出したので、で、ここで例えば私がインプット、アウトで、この変な数字を入れて、ウィクリックで、こうか。変えようとしても、上書きされてるんですね。なぜかというと、常に、コーティス側のインプットをフィードバック、アウトとしてフィードバックするなのですね。で、まあ、CAN オーブンの、EL67、このターミナルの状態、もうちょっと確認したいときは、例えば、ここかな、確かに。ID じゃなくて、インフォンデータ。デバイス、そう。ここですね。例えば、このデバイス1をクリックして、今にこのデータが、例えば、エラーが出るかどうか、あと今、状態を全部一覧を確認することができます。で、同じく、ボックス4は、いわゆる1番目のスレイブですね。ロゴ ID は10番目ですけど、この中の今のデータを、ちょっとね、どうなってるのか、生データとして見ることもできます。はい。まあ、今回のね、CAN オーバーの EL67511 の、テュトリオは、簡単ですけど、以上になりました。まあ、何が問題あったら、チャンネル、あとコメントで、ちょっと残していただければ、できるだけ答えします。じゃあ、今日のトテオは以上になります。じゃあ、いいねと、高評価、コメントもよろしくお願いします。はい。お疲れ様です。また今度で。